はい、本日のにわか番ゲストはこの方々、自己紹介どうぞ。はい、新しくオープンするこもれび2の店長のみゆです。スタッフのみーです。はい、改めてこのこもれび2とはどんなお店ですか？はい、ガールズバーです。お、ガールズバー、はい、2人ともガールズバーをやるきっかけって何だったの？いやきっかけ、うん、きっかけはまあ紹介ですね、うん、姉の紹介で、うん、はい、姉が系列に働いてて、うん、そう、一緒に働かないって言われて、うん、木陰に入りました。木陰も同じグループ内のお店ですよね。はい、そして、まあ、店長任されますみゆちゃんは？はい、私は、地元の先輩が、木漏れ日のその時のコーチみたいな存在だったんですけど、その人の出会いがきっかけに、その人の人にちょっと惚れてしまい、こぼれ日に遊びに行って、なんかすごいお店だなと思って、それでこぼれ日に入りました。はい、はい、お仕事は2人とも楽しいですか？楽しいです。そして、まあ、新しくオープンしますこぼれ日、どんなお店にしていきたい？あったかくて、うん、居心地が良くて、うん、楽しい素晴らしいお店にしたいです。はい、はい、まあ、みゆちゃんはちょっと二十歳という年齢で店長任されましたけども、気分は？いやー、もうやりきります、頑張ります。さあ、そしてみーちゃんは新しくオープンしますけれども、はい、意気込みは？もう全力で、はい、もう店長のみゆちゃん支えてったりとか、もう頑張ります。まあ、ぜひ、おそらくすごいこう楽しいお店になるのかななんていうふうに思うので、ぜひ新しくなるこもれび2遊びに行ってみていただきたいと思います。本日のにわか番ゲストはこもれび2からみゆちゃん、みーちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、本日のにわか番ゲストはこの方々、自己紹介どうぞ。はい、新しくオープンするこもれび2の店長のみゆです。スタッフのみーです。はい、改めてこのこもれび2とはどんなお店ですか？はい、ガールズバーです。お、ガールズバー、はい、2人ともガールズバーをやるきっかけって何だったの？楽しいです。そして、まあ、新しくオープンしますこもれび2、どんなお店にしていきたい？あったかくて、うん、居心地が良くて、うん、楽しい素晴らしいお店にしたいです。はい、まあ、みゆちゃんはちょっと二十歳という年齢で店長任されましたけども、気分は？いやー、もうやりきります、頑張ります。さあ、そしてみーちゃんは新しくオープンしますけれども、はい、意気込みは？もう全力で、はい、もう店長のみゆちゃん支えてったりとか、もう頑張ります。まあ、ぜひ、おそらくすごいこう楽しいお店になるのかななんていうふうに。地元の先輩が、木漏れ日のその時のコーチみたいな存在だったんですけど、その人の出会いがきっかけに、その人の人にちょっと惚れてしまい、木漏れ日に遊びに行って、なんかすごいお店だなと思って、それで木漏れ日に入りました。はい。はい、お仕事は二人とも楽しいですか？きっかけ、うん、きっかけはまあ紹介ですね、うん、姉の紹介で、うん、はい、姉が系列に働いてて、うん、そう、一緒に働かないって言われて、うん、木陰に入りました。お、木陰も同じグループ内のお店ですよね。はい、そして、まあ、店長任されますみゆちゃんは？はい、私は、